スタジアムに来られなかった皆さん、ご機嫌いかが。ホイッスルの音がピッチいっぱいに響き渡り、今試合開始です。右を守るのがイタリア、左にエンドを取るのがフランス。早野さん、この試合の見どころ一言でお願いできますか。やはり試合の流れをいかに自分たちに引き寄せるか、それしかないでしょうね。左へ、前に出します。シュート、決めさせない。まあ、センタリングのチャンスですよ。キーパーフィッシング、残念。ちょっと力が入ったか。威力は十分あっただけに非常に惜しいシュートでしたね。ドリブルで攻め込みます。シュート、少しタイミングが合わなかったか、ゴールを外しました。シュートまでの形は綺麗でしたが、サッカーはそれだけで当てになりませんからね。前に出した、
ここでバックパス、攻め込む気がないのでしょうか。まあ無理をして攻める必要はありませんよ。シュート、来たゴールネットに突き刺さった。前半戦も半ば、フランス試合再開の笛が吹かれました。右へ、さあ攻撃開始だ。前に出した、右へパス、さあ自ら攻め込みます。前方にパス、さあドリブルで上がっていく、左へ、決まった、ナイスゴール。前半戦終盤、フランス試合再開の笛が吹かれました。右へ出します、右へ出します、タッチラインを割りました。イタリアスローインです。前方にパス、ここで長い笛、フランス2点リードで前半を終了します。ボールを蹴り出し、今後半戦が始まりました。早野さん、前半を振り返っていかがですか。そう、あと45分、一時も目を離せない、そういう気にさせる久々の好ゲームですね。ゴール前にボールが上がった、来たゴールネットに突き刺さった。後半戦の立ち上がり、フランスナイスゴールでした。今のシーンもう一度です。フランス勢いの差でしょうか、点差を3としました。サッカーのゲームで3点差というのはかなり厳しいですから、もしこれをひっくり返す、キックオフで試合再開です。左へ送ります。フランスドリブルから攻撃を組み立てます。パスが主体のサッカーだから、こういったドリブルも大切ですよ。フィスティング、ラインを割りました。縦パス1本、これはどうだ。右へ出します。これは危険なプレー、当然ファールです。イエローカードです。イエローとレッドの判断は難しいですね。私なら今のはレッドですよ。体で止めた、敵のこれは外れました。シュートまでの形は綺麗でしたが、サッカーはそれだけで当てになりませんからね。右へ送ります。右へパス、ボテッキア、ドリブルで切り込みます。最後は誰で来るんでしょうか。 120% のドリブル、ラピッドドリブル。さあクロスボールで来るのか、これは通るか、ロングパスが通る。ここからが大切ですよ。このドリブルが攻撃の拠点となることができるのか。こういった突破も時には必要ですよ。さあ自ら攻め込みます。通った、倒された、しかし試合は続行、主審このプレーを流します。前に出した、このパスが通った、ここでホイッスル、試合終了です。3対0、フランス見事に勝利を収めました。本日のこの試合、解説は早野宏さん、実況長坂でお送りいたしました。早野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではお別れです。さようなら。